ラストは、ラストは変態白ハゲチャビンのコートをピリピリに燃やす。ピリピリに燃やす。はい、わけわからないことを言ってる間にですね、挨拶でやっていきましょうか。ということで今回も観光ツアーラストツアーやっていくよということで、ね、ぜひねチャンネル登録ボタン、グッドボタンを押した方はですね、無料でご招待できるようになっていますので、早速ですけれども画面が狂っているところではあるんですけれども、進めてまいりたいというふうに思います。あーなんかいろいろと燃えピピピ、はい後ろ下がって後ろ下がって、はい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 、あーちょスペース、あー最後の最後で無限が、まあいいや別に。ちょっと待ってね。ストップストップ。完全に狂ったな今な。うん。完全に今狂った。まあいいや。まあ狂うこともあるから。じゃあなん、あ、いらない。別にいらない。さあじゃあ降りていきましょう。ということでね、まあこの先にね変態黒総長、もえもえピピピさんが出てくるというところなんでございますが、彼ちょこちらの。こちら左の画面にご注目ください。何かが映っていますね。そうです、あれが今回のお化けでございます。なんてことも言いながら、あ、ちょっと待って、あーちょっと待って、完全に完全にコントローラーが狂ってる、完全にコントローラーが狂ってるから燃やしてやるよ、燃え尽くせー、ちょっと待って、はい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 、おさるさんだよー、なんで最終パートにもかかわらず画面が狂うんだ。よし行こう。じゃあもうそうなったらもういいや、関係ねえ、行け。酔っ払い、よく飲んだこのウイスキー野郎、燃えとけ。よし、ウイスキー野郎を燃やしている間に私は先へ進んでいくよ。サラダバードリンクバーウイスキーバー、もっとここから爆発なら先に進むことがない。さあ戻る、あーお顔が潰れる、やめて、私まで君団子にするなんて、そんなことはやめて。あ、おっと、ここでは悪力で爆発力の方が上回った。わー落ちる、助けてください。思ったんだけどさ、これさ、こうやってバーって、でもこう、何回落ちるんだって話だよね。来たろうがさ、それからなんだっけ、うわヘリコプターを落下しようっていうタイミングでもこう落ちてさ、レオン、多分背中ボキボキだよね。しかも、ショットガン後ろの背中に背負ってるからさ、後ろの背中ってなんだ、前に背中はないだろう。はい、そういうことでね。まあ、背中にね、背負ってるってことでね、まあ、それが多分ね、脊髄をバーンってなってるからな、まだいけるさ、最強だな、君。うん。ということでさ、こっちの方バコンと開けていきましょう。さあ、そんなこと言いながら、ピッ。そうなんだよね。どうしようかな、どうしようかな。とりあえず、こいつと預けて、毎回、マックスにしていきたいというところですね。こいつと、こいつと、それからこいつ。で、レバーをカチャーンって引かなきゃいけないというところがあるから、悩むな。爆発物陳列剤は、まあ、ちょっと。で、爆発物陳列剤の方は、まあ、後でですか。ほい。ちゅうことで、こっちをバコーンと拾っていって、あれ、ここでセーブポイントってなかったのか。そう、残念ですね。はい、まあそんなことはいいんですけど、別にセーブする気ないからね。ということで、さあ、燃やし尽くすよ、もっと熱くなるよ、下半身に服が残ってんじゃねえかっていうね、感じでやっていこうと思います。ということで、レバーを引きます。ピッ、ポチッ。さあ、本日の観光ツアーは以上でございますと思ったか、俺も寄せていけ。この地響きがさ、こいつ一歩歩くごとに起こってる地響きだったじゃん。体重どうなってんのよって話。どっちっち。まあ、上半身はね、裸になってるけどね、下半身はやっぱり大切に守るべきタイラントのタイラントがあるからね。もうね、ホテルにチェックインしますか、それともチェックアウトしますかってね。あ、タイラントのタイラント様がフォローとなさってらっしゃるって。どうしますか、燃やしますか。見上げてきたー。おい、危ない。めっちゃなんか向かってくるべ。おう、心臓がバック、そんなに緊張することないわよ。痛いよ。肝臓にいかん。爆発まであと7分。さあ、これを果たして全て燃やし尽くすことで、あ、出してけー。大丈夫です。さあ、このままだとショットガンの出番がないまま終わってしまいそうな気を感がするけどね。大丈夫かな。おい、甘いな。甘い、あ、ちょ、甘い。俺の認識の方が甘い。俺の方が甘い。うえー、俺の認識の方が甘かった。ちょっと待ってね。まぶちおめめがいいとそうなっちゃうよね。あー、助けてー、壁
壁を破壊してます。そろそろあれかな、シュガーンとかで、あ、ちょ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 、背中はダメです。あの脊髄ボロボロなんですよこいつ。あ、ちょっと待って、あの、いやね、動かなくなった。ちょっと待って、ストップ、シーズンインザサン、ふい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 、あおあお、ドゥ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 、ふいふいふい、勝った、はいはい、あ、痛い、甘い、やっぱダメだな、やっぱもやさんダメだな。逆にショットガンの方があれかな、難易度高くなる。ちょっと待って、オッケー、はい、上げる、うい、見なきた、あ、自分まで眩しくなっちゃった、眩しい、全然ヒルムしか急に上がらない。もうちょっとあれだよね、おい、つい、会いたいのだ、誰に会いたいんだ、ほい、ちょ、バカたれ、よいしょ、ほい、でん、背中がガラ開きだぜ、背中の傷は剣士の恥、どっちかってこいつなんかスパスパの身みたいな状態、おお、なんかいっぱい走ろうとしている、そうはイカが食いた、なんだ、バーンバーン、あ、え、閃光弾ってダメージある、ダメージ判定、雨あられ、ヒュー、で、都合よく扉が開いてくれる、扉、これなんて言ったらいいんだろう、レン、これでは、はい、ごめん、どう戦ってたらそうなるか、よくて、パコタイロックのワンチュージャキン、あー痛い、最後くらいかっこよく決めさせてよ、構え、違う、おっしょ、デーン、あれです、上半身わいせつ物陳列剤なんで、もう下半身だけになっちゃいました。はい、ね、下半身はギリギリ服着てるからね、おお、背骨がどっか行っちゃいましたね、ヒュー、サーカスエリアに到着しました、よいしょ、さあ歩いていこうか、テックテック、カメよカメテック、キラ、どうしようかな、さあ君たちも一緒にキャンプファイヤーをしようぜ、バーベキューだ、ヒャッフー、イエイ、さあどうなった、まだ生きてるかな、萌えキツイ、オラ、ちなみにこいつをさ、あれなんだよね、あ、ちょっと待って、なんか右にあったよ、右にあったの、なんか、うわやっちまった、うわ、やっちまった、どうなってる、まあ、やっ、さあ、キャンプしてんの、どっちか、そうだ、あれだね、しまった、俺これで終わると思ってた、これで終わんねえんだ、今日やっちまったな、ということは仕方があるね、うん、やるっきゃないよね、もう最後のパートですって言っちゃったからにはもう最後までやるしかないよね、はい、そうなんだよな、だからスーパー目玉親父になった段階でどうなんすかね、燃やせるのかな、うん、燃やすだけで倒せるのかちょっと試してみるか、まあ、全部燃やすことができなかったとしたら、まあ、あとは、あー、でもやっぱ最後はマロン使う男のね、レオンのレオンをさ、チェックアウトさせようぜ、もう忘れないとなっていうとこっすね、うん、え、いいっすか皆さん、いいだろう、あ、北野本人が言ってるからいいわ、じゃあそうしようか、ヒュー、どうすんのよ、脱出した先でそのさ、リストタグが必要ですよってなってしまったらさ、とか、この機械自体のさ、ブレーキをかけるのにリストタグが必要ですみたいな風だったらさ、あ、レオン、やったな、私が言った通りね、ん、この子は、ちょっと待って、シェリーよ、よろしく、今のは場所が違くない、分からない、見てってさ、ほら、その子を頼む、エンジンってあの一車両目でさ、なんかレバーをカチャンって引いてさ、え、ちょっと待って、ちょっと待ってね、え、もうこれ戻れない、これはなんだ、あー、ガンパウダーを大きめガンパウダー、まあ、とりあえずやっぱ男のマロン使ってこうか、じゃあこれはいらないから、それはいいんだけど、え？本当に？なんかおかしくない？俺の気のせいかな？ちょっと後で全てを殻つけたらちょっとなんか確認するわ、確認するっていう方も変だけど、うん、もういいや、はい、とりあえずじゃあ、まあこれナイフ一発ポチュンって当てるだけでもいいっぽいんですけどね、まあいいや、あれおかしいなぁ、なんか俺の知ってるのじゃない気がしてきたけどな、まあ、ということで、さ
さあ行こう、さあ行こう、あるとー、わー痛い、入りましょう、ベーン、うわが、あー意外と優しいな、もっとドア激しくバーンって開けてくるのかなって、うりゃー、あめっちゃ焦げてる、うりゃー、すごいね、これに関してはあれなんだよね、ちゃんとあの一発一発か、あれなんで、あれなんで、ダンディ、うえしょー、あ無理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 、なんかすごいあれだな、肩がマシンっぽくなる、じゃあもう一発、ドゥン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 、あたら足りないか、ラシザ、無理、あやばい、すごいな G って、無機物に対してまであれなんだね、やっちまうんだ、あ違う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 、やばい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 、ヤホーヤホー、助けて助けて、無理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 、あれ無理無理無理、ああ終わった終わった、よかったよかった、え、なんか全然なんか黒ストークじゃねえや、クロスオーバー、え違う、うん、うん、とりあえずあのこうなってもね、あの前方車両が全然傾かないでね、後ろだけであの住んでいるっていうね、すごい優しさで、無機物に対してもこう感染していくっていうことはさ、なんかもうあれだよね、あのエブリンとかさ、あのマザーミランダみたいな感じになっちゃってるよね、うん、大丈夫なのかな、うん、ね、カビだったらさ、汚染していくとかわかるけど、君ウイルスだね、ウイルスってさ、なんか人に寄生していかないとやっぱ生きていけないんじゃないの、うん、カビとかって、まあね、あの壁とかにもあのその無機質なものに対してもさ生えてくるからあれだけどさ、とりあえず、じゃあ今流行りの ICL、 よいしょー、はい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 、あの眼内コンタクトレンズを入れるための穴を開けて死んでましょう、ぐっちゅぐっちゅー、ペンを折ってちょうだい、いいよ、うん、そうで、多分 2分か3分前くらいのその画像に戻っ、うん、戻ってもらったらちょっとわかるかなと思うところなんですけど、何かっていうと、そのおお、ほら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 、2人じゃね、あのレオンと、アシュリー・クレアが、違う、あの確かに金髪で美女で巨乳っていうところは合ってるかもしれないけど、それはまだあの15年後の話だからまだ違った、ごめんなさい失礼しました、じゃなくてシェリーですね、でシェリークレアと、それからまああのレオンが出会うと思って、確かクレアパートの方だったら、その運転レバーをガチャンって引いて走ってるところで、なんか両サイドにさ、なんかよくわかんないさ、あのギミックっていうか、あれなんだろうな、何か置いてあって、でそこのなんかちょっと狭い通路っぽいところの、その端っこのところにあのシェリーがポチョンと座ってて、であのね、ここ脱出したら何したい、クレアの家行きたい、そう私臭いよっていう話をすんなしてたじゃないですか、ところがなんか今ね、あの3人が出会ったところ見たらさ、なんかすっごいだだっ広い場所になってたけど、あれってバッキューなんでって話だよ、なんであれ中指立てられたんですかね、この黒人野郎、お届けしたのはザ・グレイブのリブ・アラ・ザ・デイ、ザ・グレイブのリブ・アラ・ザ・デイ、まあ違う日を生きようということですね、まあいいやつだったすごいポジティブだな、じゃあ、はい、ということなんですよね、だからどういうことってちょっと思ったんですけど、もし皆さんどう思われました、俺たちで、うん、必ずね、場所変わってんじゃんってなったけどね、3人一緒ならまあまあそんな細かいこと言ってもね、まあ、ゲームだからね、行こう、うん、ゲームでやっぱ細かいところの仕様はいろいろ変わりますよ、だってそんなこと考えたらさ、ね、G3 と G2 って何か何回出てくんのみたいな、そんな話になったりとかさ、だからそういう細かいことは気にしないでね、やってみましょう、ちゅうわけで、動画最後まで、ご視聴いただきましてどうもありがとうございました、もう本当にね、続いての曲はいろいろと楽しい、そうピアノやりたい、そうマジでピアノやりたい、最近ね娘がよくね、僕その土日は娘と二人きりなんですけど、よくねいろんなところに行ったりとかするんですけど、まあよくね、まあ騒がしいっていうか、まあ明るいし楽しいってものがいっぱいあるから、ゲーセンによくこれまで向かってたんだけど、最近だとね映画館の横にある、まあ、楽器屋さんに行ってピアノをねジャンって弾くのとか見てて、僕こう見えてもこう見えてどう見えてんだって話なんだけど、4歳から13歳までね一応約10年近くピアノをやってたんだよね、うんうん、まあ全然大したレベルじゃなかったんですけど、なんだけどあれですわ、まあ、なんか久々に娘ちゃんがね、ピアノやるんだったらちょっと俺もやりたいなと思ってね、弾き語りなんかできたらちょっとかっこいいじゃんと思って、キーボードをね一発買おうかどうかって悩んでるところがあるんだけどね、まあところね、キーボードってさ、置く場所ねえんだよな、うん、そう考えるときついかもなっていうことは思ったりするからね、まあちょっとここは嫁と用相談かなというところですね、まあ、そんなことも言いながら、本当に動画最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました、今回のツアーガイドいかがだったでしょうか、まあ、ツアーガイドというよりはね、ただねなんかいろいろと荒探しをしてね、31歳がゲラゲラ騒ぎ立てまくるっていうね、こんな動画になったかもしれないし、相変わらずの早口だしね、うん、
たんですが、まあ、今回で、YORE2 はおしまいですが、一応ね、あの前回パートに関してもその あの G3 を遊ぶみたいな感じでやってたと思うんですけど、今回もね、あのサイラントで遊ぼう機会をね、あの明日またお届けしようかというふうに思ってますんで、これが終わった後にまたあのセーブポイント戻って、ハンドガン等々に、切り替えて、遊びに行こうかなというふうに思っている次第でございます。で、それはいいんだけど、あのね、なんだっけ、あ、その後ですよね。その後何するかっていうと、多分これどっかで言ったかもしれないんですけど、一応 RE3 をやろうと思ってますよね。あの、ね、RE シリーズの中で唯一の雰囲気作品というところではあるんですけども、他もジルのおっぱいをフリフリしてるから、それだけでも十分なんだけど、うん。まあ、あの、ジルのおっぱいを見に行って、で、かつ今回みたいな感じで、ちょっと、やっていこうかなと。まあ、今回のそのツアーガイドっぽくやっていこうかなと。ツアーガイドっぽく、ツアーガイドとしてやっていこうかなというふうに思っている次第でございます。まあ、ただね、もしかしたらその、RE2 の、まあ、後半、研究所後半とかね、まあ、レオン編でやったように、あれ、こことここのギミック一緒じゃねみたいな、そういうのも、ちょこちょこ出てきたりする可能性とかもあったりはするんですけど、まあ、そうなったらそうなったら面白いキャハハウフフっていうふうに思ってもらえたらなっていうふうに思っている次第でございます。はい。相変わらずね、ベラベラ喋っているところなんですけどね、まあ、落ち着けようって思うんですけれども、まあ、あの、すげえ、AD ビダボンってさ、ほら、すげえ、アダボンみたいな感じ、そんな感じになってるね。まあ、エイダって本名じゃないらしいですけどね、だから、ラクーンシティにおいて、あのエイダボン、ラクーンシティのその事件の時に、あの、侵入してたミッションにおいて、エイダボンっていう名前を使ってたけど、まあ、バイオハザード3だったかな、なんかのアーカイブに、あの、エイダボンっていう名前を使うのもここまでね、なんかこの名前はもう終わりみたいな、なんかそんなことを言ってたみたいなところらしいんですけど、うん。ただ、まあ、バイオ6でも結局エイダボン、バイオ6までか、バイオ4とかバイオ6までね、結局エイダボンの名前を使ってね、あのそれも否定せずにね、過ごしているというところは、結局ずっとコードネームエイダボンでやってるのかなみたいな感じですよね。ここら辺どうなんだろう、まあ、だってさ、シモンズまでがさ、エイダボンとかって言ったらさ、そら、あのバイオ4の、ね、イルミナス兄弟に関しては、あいつらも情報収集能力が貸すみたいなもんだから、あのネズミとかって言ってたけど、エイダボンが一体何者かっていうのを特定することすらもできないようなね、情報収集能力ですから、まあ、そんなのはいいんだけど、ね、シモンズに関してもエイダボンを作れとかって言ってたから、じゃあ結局エイダボンの名前で浸透してるんだろうななんていうふうに思ったりしたりですけど、皆様のご意見いかがでしょうか、ぜひ挑戦できれば幸いでございますね。はい、まあね、こんな感じでいつもね、ベラベラ喋っているというところなんですけれども、まあこんなね、トークをね、軽快に聞いていただく、まあラジオ感覚でバイオハザードを見るのが結構好きなんですよというところは、方がいらっしゃるからね、まあノーマルプレイしか基本的にやってないから、まあ一回ね、モッドとかもやってみたんですけど、でモッドとかってね、登場キャラクターがいろいろ変わってね、面白かったよね。なんだっけ、ローズの顔がゴリラになるとかさ、そういうのとかって、いろいろやってみて試して面白かったんだけど、なんかね、感情移入ができなくなっちゃって、というのも、ずっと爆笑しっぱなしになってしまって、まともにプレイができませんみたいな、まともに、喋ることができませんと、その顔が、ローズの顔がゴリラになってるのを見るたびに爆笑してしまうっていうのはね、僕ツボが浅いみたいなところがあるんで、うん。そうなってしまうと、まともに喋れなくなって、皆さんな、なんかプレイがただただ、笑い声とともに、まあ、先に進んでいくという、世にも奇妙な物語みたいな状態になってしまうから、そうなったらね、もう、やってらんねえよっていうところになりますんでね。はい。まあ。っていうことを考えると、まあ、もう少しね、ちょっと落ち着いた感じでプレイができるようにっていうことも考えてるんで。で、あとは、まあ、その、バイオアリー3一応ね、やろうかなというふうに思ってるんですけれども、まあ、もう、これ、その、バイオ RE3 の、収録を始めて、で、それが、世に上がるって言い方は変だな。まあ、投稿される頃に関しては、だいぶ進んでいる状態になりますんで、まあ、その間にですね、次こんな、実況見たいとかね、この作品やってくださいみたいなこととか、まあ、大体ね、もう、やってきたことのある作品ばかり回しているということにもなるんですけど、まあ、それでもよければね、この作品もう一回やってとかっていうのがあれば、ぜひ、コメント等ですね、たくさん、残していただけたら、それに要望を答えて、引き続きやっていきたいなというふうに思っております。はい。まあ、やっぱり視聴者ファーストでございますから、逆にね、もうちょっと落ち着いた大人のプレイが見たいと。もっとゆっくり喋って、ダンディーな声で、おじさまで、誰がおじさまで、31歳まで。31歳はな、この世の中まだお兄さんやからな、人生10分の3しか進んでませんから、はい。というところでございますんで、まあ、こんな風にあんな風にって、まあ、本来はね、その、皆さんからいただく要望を超えて、僕がね、動画をお届けできればね、もう最高かもしれないんですけれども、僕はまあ、一心同体、雨あられてやっていきたいなというふうに思ってるんで、はい、視聴者参加型ね、だったらライブやれよっていうことかもしれないですけどね、まあ、ライブをやるとさ、やっぱりね、
いろいろ設備とか整えたりとかっていうのがあって、まあ、僕 の, あのキャパではなかなか難しいというところでございますんで、まあ、1本あたりがね、あの非常に短い動画にはなっているのかななんていう反省もありつつではあるんですけれども、まあ、申し訳ありません、あの録画型でですね、録画型でぜひ参加をした気持ちで、やっていただけたらなというふうに思っている次第でございます。と言っている間に劇団ひまわりなんかも出てきたけど、そろそろ終わりが近いというところでございますね。まあまあまあ、あの本当に楽しい観光ツアーをね、あの女子大生とね、あの彼女に振られた新米警官を2人ですね、あのまあ一緒にすることができたのでいいんではないだろうか。ユウということですね。東京マルイ、そう東京マルイさんでね出てるね、あのハンドガンとかそういうのがねやっぱかっこいいですよね。かっこいいから欲しいなーなんて思ったりもするんですけどね。まあそんなものを買ったところであのただの飾りになって使いどころがね、まあ使っちゃやばいんだけどさっていうところがあるからね。うん、ということで、まあ今回もね、竹内潤さん、エグゼクティブプロデューサーにね、楽しませていただきました。本当にありがとうございます。はい。まあね、これが上がる頃にはね、またカプコンさんの方でどんな新しい情報が出てきているのかっていうのが非常に楽しみなところであるんですけれども、まあそういったところには触れずにね、引き続き楽しんでいきたいなというふうに思います。はい、アシステッド3分48秒。はい、世界新記録でございます。3分48秒、はい、46ということですね。違う !3 時間48分ですね。ということでございました。はい。ということでね、今回の観光ツアーは以上とさせていただきます。明日はね、コロットガバメントでぶちまくるっていうね、あのぶちまけるっていうね、そういうあのタイラントで遊びましょう会をやっていくんですけれども、それが終わりましたら RE3 の観光ツアーガイドで皆さんとお会いできたら幸いでございますんで、その時までぜひチャンネル登録ボタン、グッドボタンを押してお待ちいただければ幸いです。では、また次回パートでお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。